リナちゃんと一緒にアニメ本編を振り返るこちらのコーナーに行ってみましょう。アースヘッドライン。まずは第7話、誕生ミッドサマーズナイツのヘッドラインから。キルト玩具再び襲来、鉄兵エゴブロック破壊、大地キャプテンアースに任命という、この3つ、第7話のヘッドラインご紹介しましたけれども、気になるヘッドラインあります？なんかこう、この3つで言えば、まあ、この3つじゃなくても、でもやっぱり個人的に最後の3つ目の大地キャプテンアースに任命は、やっぱりこの物語的にもね、そうだね、大きな出来事ですから、ついにキャプテンという言葉をちゃんと言われたって、ね、そうですね、なんか一番最初の第1話以来だもんね、君はキャプテンかって言われて以来ちゃんと、そうですよ、キャプテンと言われたシーンですけれども、やっと結成だね、この、そうですね、ちゃんと4人がなんかチームみたいになった、ちゃんとなったのはこの回からというか、最後で言われてからですからね、このさ、まあ7話の時を思い出してってもらうのはちょっと難しいと思うんだけど、結構進んできちゃったからね、そうですね、戻ってみると、あかり的には大地ってどうなの、キャプテンって言われたことに対してこいつキャプテンかみたいなの、でもあかり的にはすごくワクワクしてる気はします。なんか、大地がキャプテンになったら、なんかそこまでやっぱちょっと頼りがいのないところもあるじゃないですか、ね、ちょっとあれっていうところとかも、多分あかりは楽しんでるんだろうなっていうふうには思いましたけど、確かにこうピンチを楽しむ力はあかりにあるんだよね、ありますよね、その刺激が欲しいみたいなところあるんだろうね、多分そうじゃないですか、でもなんかそこが可愛いなと思いますけど、常になんか前向きでというか、はいはい、楽しめるっていうのはいいことですよ、これじゃあ